こんばんは、かずやですいや若気の至りが過ぎたっていうかね神戸大学のバドミントンサークルが旅館破壊したっていうのが問題になっているでしょうまず注意しなければいけないのは神戸大学のバドミントン部とバドミントンサークルは別だということです今真面目にやってきたバドミントン部の方にも批判が言っている様子なんですけどもあの全く別物なんで注意しましょうろくでもないのはバドミントンサークルの方なんですよね このサークルはバッドボーイズというらしいんですがまさにですよねよく自己分析ができているんじゃないでしょうか彼らは訪れた旅館で故意に障子を破り胴上げをして天井をぶっ壊すなど異常ともいえる行動をしていますしかもその証拠っていうのを写真なり動画で残していたっていうねだかかから悪いいっっていうつもりがなかったのか 悪いっていう気持ちはあったかもしれないけど弁償するやいいやぐらいの軽い感じで考えていたのか今回自分たちで出したっていうよりもまあ第三者が一連の証拠を出していたんですねまあ本来は身内だけで回すつもりだったんだと思いますウェイこんなバカなことやったぜっていうのをなんか 身内で共有してで周りのねこうアホな連中でなんか盛り上がるっていうねなんかこういう声って動物的ですよねもう人間の大人になりきれていないというかでもこうやってその流出して炎上してっていうのを考えると実に現代的ですよねその手の悪事っていうのは昔からあったと思うんですよだけどスマホ以前っていうのは まあそれをこうんていうか残す習慣がなかったというか誰もがカメラ持ってるわけじゃないですしまあ今はスマホが進化しすぎて写真も高画質動画も綺麗に撮れちゃうっていう感じなので,であとなんか映えを狙ったりとかなんか思い出残すためにもういろんな場面撮りまくってでそれが問題になっちゃうっていうね。こういううい時代ななのでもうなんか プライベートっていいうののが存在ししないのかもしれませんね一般人でも一人でいる時はまあプライベートではありますけどもう複数人集まってしまうとですね、まあ、プライベートっていうか、まあ、いつどうなるかわからないそれはもう心に留めた上で日々の行動を考える必要があるんじゃないでしょうか。 まあ、変なことしなければ問題ないんですけどね今回のバッドボーイズたちは多くの人たちに迷惑をかけることになってしまいましたまずは旅館ですよね今回別にそのなんかお部屋破壊自由みたいいななプランじゃないわけですよねでそれでこういう破壊行為されると次のお客さんを入れることができなくなってしまうわけですよもうみんな成人してるはずなのでやっぱ先のことまで考えるべきですよねその破壊行為ってそこで終わりじゃなくてじゃあその直す期間だったりとか まあなんか清掃する期間だったりとか、まあ、お客さん入れられないっていうその弁償まで考えないと壊したら物だけ弁償すりゃいいやっていうことでもないですからねこの点についいいいててては旅館が協議ししるとまますすねで神戸大学も公式ホーームページでお詫びを表明しています、まあ、これどういう処分になるのかわかりませんけど、まあ、最悪退学でしょう若気の至りだしいいじゃないかっていう声もあるかもしれません。 うん、まあ、だけど大学としてもやっぱ示しがつかないというかねこれが小学生とかだったらまだ、うんまあ、許してあげたらいいんじゃないかなっていうのもあると思うんですけどみんな成人してるわけでしょう、まあ、どういう結末になろうとも自業自得という以外ありませんただやっぱそれで社会に恨みもってねより悪事を重ねるみたいなことになっても困るのでまあ何らかのね形で構成をしていただきたいなと。 いうふうに思いますよ。まあ弁償した上で奉仕活動をやって。まあそれで退学は免れるとか、たびたびこの手の炎上はありますが、なくなることはありません。今後も出てくるでしょうね。やっぱり人間って。その、なんか他者は客観的に見れたりするじゃないですか。だけど、自分ってあんまり客観的に見れなくて。なんか自分はやってても、自分はバレないだろうみたいな。なんかそういう感覚に陥っちゃうんですよね。このような炎上を見て、やっぱり改めて身を正す必要があるんじゃないでしょうか。ということで、今回は以上です。 最後に破壊行為をしても許されるポコちゃんの映像をと思ったんですけどまたあの水曜日なんでパソコンに違うやつ持ってきちゃって素材がないんで今回はお休みです。